待って、声が出ない。声が出ない。めっちゃついた。うわ、めっちゃついた。ちょっとチークがつきすぎちゃったんだけど、諦める。でね、テロップをね、入れます。ちょっとメイクが今日はもうね、15時間以上前からしてるから、だいぶ崩れて、今急いで直したけど、だいぶ崩れてて、そんなに顔が漏れてないんだけど、ちょっと許してください。そうで、あれだ、テロップを入れます。だからだいぶもう顔がボロボロで漏れてないし、あ、待って、なんかクマいるかも。嘘、今気づいた、ありがとうございます。ちょっと待って、追いついてないや、ちょっと待ってね。とりあえず今日はオンラインおしゃべり会でした。たくさんお話ししに来てくださった方、ありがとうございました。ちょっと朝が早くて、顔がね、特に一部とかむくみまくってて、本当に死んでたんだけど。でもすごいたくさんお話できて楽しかったです。またお話ししに来てください、ぜひ。そう、なんか初めての方じゃないけど、久しぶりの方とかもいて嬉しかったし、でも逆に最近お話できてないなっていう方も寂しいなーってこう思ってるので、待ってます。あ、初訪問の方がいる。ぜひフォローをお願いします。フォローしてくださると嬉しいです。ずっとずっと一押し、本当にずっとだよ。そう、昇格のね、お祝いもたくさんしていただけて、とっても嬉しかったです。アナイが好き、本当に喋り会楽しかったよ。私も楽しかったです。ちょっと関係ないんだけど、花火のギフトめっちゃ可愛い。なんか画面が綺麗になる。今日は夏っぽい水色の涼しげな色味のお洋服です。アナイしか勝たん、本当ですか？今日のアナイも可愛かった。嬉しい、優しい。
ノーメンバーさん、くま、くまくま、くまくま浴衣着てる？初めて見たかもこのくま、嬉しい、かわいい、やったー、ありがとうございます。そう、3部はね、シークレットにしてて、キャビンアテンダント置きました。花江とおしゃべりすると元気もらえる、嬉しい。でも私もお話ししてるうちにたくさん皆さんから元気をもらって、なんか朝だったから多分最初はこれぐらいの普通の声だったんですけど、話してる間になんか楽しくなっちゃって、なんか声が大きすぎて割れ、あのマイクに音が割れてるって言われるぐらい、気づいたらめっちゃテンションが上がってて、なんか珍しく声が大きくなってたみたいですハナニャンに会いませんでした。ハナニャン今日意外とね、召喚されなくて一回だけでした。ハナニャンは一回しか召喚されなかったそう、今日は私は朝の部で、そう、そうなんですよ、一昨日ぐらいか昨日の配信かわかんないんだけど、始まるのは9時半でも、もちろん起きるのは普通にもっと早いので5時6時とか遅くても7時とかだから、そう9時半からなのに、え、早起きなの、普段遅いのみたいに言われちゃったけど、いや、そもそも9時半から始まるからってその時間に絶対起きるわけじゃないので、公演もそうだけど、12時に公演が始まる日とかもう起きるの大体5時6時とかだから、そう、皆さんが思ってるより多分めちゃめちゃ早いです、起きるの。私結構、まあ準備が遅いっていうのがあるんだけどなんかいろいろや、そう、時間かかっちゃう。で、そうで、15時間前っていうのは、今日はでもちゃんと5時台に起きたのに、もう一回ちょっとって気を失ったら数秒後に7時になっててえ、待って、さっき数秒前に意識あった時は5時20分になったのにって思いながら、慌ててすっごいダッシュで、そうだからもうだいぶ時間が経っちゃってメイクが崩れました。そう、テロップに入れてるんですけど、生誕グッズ、21歳の今年の生誕グッズが明日までです。明日の13時まで、午後1時までです。そうで、去年もそうだけど、なんかデザインとか何かを自分で作るのがすごい好きなので、楽しく作れてるからいいんだけど、もう何時間っていうレベルじゃなく、普通に何十時間かかっちゃってるのでまず最初のデザインから何十時間もかかって、さらにそこから何回も何回もこう修正をして、合計何十時間もかかってるので、本当にたくさん使ってほしいです。だからぜひ絶対ゲットしてください。 T シャツは真っ黄色のレッサーパンダで、タオルはお花で、結構なんか
どちらかというと T シャツは、なんだろう、ゆったりめのデザイン、部屋着みたいなイメージのゆったりめのデザイン、部屋着にしてほしいって意味ではなく、なんだろうな、部屋着とかであるようなゆったりめのデザインをイメージして、タオルは、なんだろうな、結構はっきりした色味で、どちらかというと、ちょっと、しっかり大人な、かっこいい系って感じです。お昼寝できた？でも、そう、昨日も帰ってきて、昨日サマーソングで、サマーソングセットリスト公演で、帰ってきてから、今日も朝早かったので、眠くて終わってから少し寝ました。今もちょっと眠いんですけど。最近。31歳も花にゃん？どういうこと？まだ私20なんだけど。10年後ってことですか？ 10 年後の誕生日？待って、ちょっとコメント溜めちゃってるかも。でも今日は、いろんな私のグッズを見せていただけた気がする。そう、成人式のタペストリーも見れたし、初期の、本当に一番最初のお披露目グッズを着てくださってる方とか、その時のタオルを持ってくださってる方とか、いろいろいて嬉しかった。生誕グッズ忘れてた、危ない。明日の1時までですよ。ぜひゲットしてほしいです。そう、おしゃべり会でおそろしようっていう部も作るので、一緒におそろしてください、ぜひ。そう、次ね、オフラインは長岡で。次のオフライン待ってます。9月9日に21歳になるので、次のオフラインは9月14日かな。で、誕生日のあとすぐなので、ぜひ、お祝いしに来てくださったら、とっても嬉しいです。そう、だから、9月14日、販売できたらいいなと思ってるので、会いに来てください。プロフィールに多分リンクが貼ってあります。オフラインで花にゃんに会いたい？でも、18日のオフラインもそうだったけど、お花のカチューシャ、猫耳も、けん玉とか、ぬいぬいとか、お披露目のタオルとか、たくさん机に並べてデコレーションしてあるので、花にゃんでって言われたら、すぐに呼べちゃうかもしれないです。午後の部だったらいいけど、そう、私がさ、ちょっとさ、1、2、3か6、7、8なんですよ、9枚目は。だから、もう朝一番から午前中か、逆に、6部だと何時だ？何時だっけ、わかんないけども、夕方から夜みたいな、ちょっと極端なんですよね。フォローしてくださった方、嬉しい。ポニーテール、ポニーテール最近あんまりやってないから。今日は1部がサイドポニー、2部がおろし、3部がツインテールだったので、
ポニーテールもおしゃべり会でもまたしようかな。でもポニーテールあんまりね、似合わない。似合わない。待って、めっちゃモサモサ。だけど、似合わないけどまた、ポニーテールもします。そう、昨日も、サマーソングで、メイクの、メイク18時間経過。今日もそう。18時間ではないけど。語尾に鬼をつける鬼にゃをやってほしい。なんとかだ鬼ってこと。初めて聞いた、なんとかだ鬼。鬼っていう語尾は聞いたことない。でも今日、花ようにをして、キョロ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 リンズをたくさん取り締まりましたよ。うん。すごい、初訪問の方たくさん。ぜひ、フォロー待ってます。明日からゆっくりできないんですよ。そう、なんか、サマーソングで、本当にこの一週間バタバタで、頑張ったなーって、ちょっとゆっくりしたいなーって思ってたんですけど、まだちょっとやらなきゃいけないことがあって、頑張らなきゃいけなくて、で31日に公演も出演させていただくので、少し久しぶりだからその練習も絶対しなきゃいけないし、8月中はな、あんまりゆっくりできない。と思います。多分9月もわかんないけど、ちょっとでも一旦一息つきたい気持ちがあって、そうだからどうなんだろう、わかんないけど、ちょっととりあえず一息つきたいよねと思ってる。今日ありがとう、こちらこそ楽しかったです。普段の公演もリハールと、そうなんか、なんて言うんだろう、昼夜公演でも昼と夜で2公演だけど、リハーサルがもちろんあるので、戻るのはそう3公演分なんですよ。フォローしてくださった方がいる、嬉しい、ありがとうございます。そう、今日朝はそう二度寝をしてしまいました。さすがにもう体力がなかった。でも本当になんか数秒、本当に3秒前5時20分だったのに、次3秒、なんかはっ寝ちゃったって感じでもなく、はぁあれで、数秒意識がなかっただけで気づいたら7時で、超大焦りしました。でダッシュで支度をして、あ、そう、全然ね、間に7時でも間に合う時間ではある、全然間に合うんだけど、私は結構普段朝の支度は時間をかけちゃうタイプなので、いつもちゃんとこれをやってからこれをやってこれをやって、これ1時間これ30分みたいなのを同時進行でやってどうにかしました。でもそう、
普段っていうか、そう、ん、なんだ、ダメだ、ちょっと働いてないんだ、言葉がおかしかった、ダメだ、頭がちょっと働かない、発表された日にポチッと嬉しい、生誕 T シャツ買いました嬉しい、たくさんゲット報告待ってます。そう、あの黄色なんですけど、今年は生誕 T が劇場で一番見つけやすいです、黄色は。そう、もちろんあのイラストは自分で描きましたよ。そう、だからその過程を明日の朝かお昼ぐらいにチャットかインスタのストーリーとかにあげるかもしれないけど、自分、私がレッサーパンダの着ぐるみを着てレッサーちゃんがここに乗ってる写真を見ながら、自分で本当に普通にシャーペンで紙に絵を描いて、それを読み込んでデジタル調整をして、抽出して色をつけて、さらに調整をしていただいて、めっちゃこだわってます。本当に細部までよく見るとなんかこだわりが多分わかる気がする。色味も本当にただの黒じゃない、黒はきついからちょっとグレーに近くとか、本当にスタッフさん申し訳ない、ごめんなさいって感じなんですけど、何度も何度も修正お願いしました。そう、力作です。本当に何時間かかったかなって思うぐらい時間かかりました。今年も無事。マフラータオルも本当にこだわって、なんかその自分で作りたいものと実現できるものがちょっと離れちゃうときに、それをこうできるだけ近づけたりするのが難しかったり、なんか使用できる素材とか色だったりとかも制限があるので、そう、難しい。普段着として着れる、え、それはすごい。なんかなんだろう、黄色だし、なんか普段着としては着にくいかもしれないなと思ったんですけど、でも黄色の T シャツは去年白にしちゃったから1回ぐらい欲しいと思って、今年は黄色です。絶対結婚してください。え、私でいいんですか、本当に私でいいの、キョロキョロリンズたくさんいるけど。髪綺麗、嘘、ありがとうございます。こだわりを感じる、本当に嬉しい。あ、初訪問だ、ぜひフォロー待ってます。次3600人行きたいな、フォロワーさん。忘れて買ってなかったとか言えない。でも私がね、ちょっとね、なんか文章をしっかり書きたくて、今日メール送ったんだけど、すごい長文で書いちゃって、それぐらいなんか、考えてたら、本当に気づいたら今日っていうぐらい、お知らせが遅くなっちゃったのもあるから、私も行けないんだけど、忘れないでください。てか、まだ間に合うから。まだあと13時間ある。生誕T何着買えばいいですか？もうこれは、9着です。9月9日9着買うしかないです。いや、でも、去年の生誕 T とかも、私自身何回も着ていく中で、どうしてもちょっと薄くなってきたかなっていうのはあるから、保存用とか、本当にたくさん着たいよって方は、
2、3着はあっても全然いいかも。こんばんは。そう、昨日は本当に、昨日何時に起きたんだっけ？あ、昨日4時台だ。そう、昨日起きたの4時台。31昼声申し込みした、嬉しい。待ってます。お誕生日のひまたぎ配信でケーキは食べないな、多分。え、わかんない、食べるの？食べるかな。食べない可能性が基本的には高いけど、でもできたらひまたぎ配信はしますね。わかんない、でもさ、結構お仕事のスケジュールがあんまりわかりづらいお仕事なので、わかんないけど、できたらひまたぎはやりたいなと思ってます。でも結構お話ししてるけど、なんかお仕事があったら基本的にはそんなに食べれないから、私去年の誕生日とかはサマーソング、ちょうどサマーソングが去年私の誕生日当日だったから、誕生日当日は本当にいつも通りおにぎりと果物しか食べなかった。ちらこんばんは。セーターグッズ申し込んで、31も申し込んで、嬉しい。14いけないからオンラインでやめさせてね。もちろんオンラインも23ぐらいにあった気がするので、違うっけ、あ、違うか、あー、わかんない、ちょっと日付があんまり覚えられてないんだけど、オンラインあったはずなので、オンラインも待ってます。オンラインの方が、なんだろう、オンラインだからできること多いかもっていう気はする。逆にオフラインだからできることもあるけどね、けん玉とか。そうです、アンナにはいつでも呼んだら来ますよ。16時15分、ゆっくりだ、すごい。ちょっとコメント溜めちゃってるから飛ばします。たくさんありがとうございます。なんとかだっちゃって新潟の方言なんですか？全然知らなかった。でもなんかとある番組でなんとかだっちゃっていう、なんかとあるコントみたいなのは見たことあるんですよ。なんかすとこだっちゃみたいな。でもだっちゃって新潟の語尾なの？全然知らない。取り締まられることがなかったのでその部取ってません。え、なんか思ったんですよ、逆に取り締まられるのが怖いから逃げた方たくさんいるんじゃないかなと思いました。ちょっと、え、まさにキョロ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 リンズで絶対この部に来るべきなのに、あれっていう方がたくさんいた気がする。そう、カーリーさんの生誕祭もあります。31日、先輩の生誕祭、そう、楽しみ、初めてです。昨日花井ちゃんが重力シンパシーを出て歓迎しました。嘘、え、でも初めてじゃないです。
2回目、リカさんの卒業コンサート以来。サマーソング、そうだ、昨日全然話せてないからまた話したいな。でもまだそう、普通の公演とは違って来てくださった方しかまだわか、なんていうの、わからない状況だから、もう少し後の方がいいのかなともちょっと悩んではいるけど。一部リアルパジャマでもいいんだよ。パジャマ全然着て寝てない。なんか着ないことはない、もちろん着る日もあるんだけど、なんかパジャマっていうパジャマは冬着ることが多いかも。なんか夏は普通にジャージ素材の動きやすいやつで寝ちゃうから、トレーナーとか。花江と話できて世界一幸せでした。本当ですか？本当に？今日もたくさんうろうろされてきて、私が世界一で本当にいいんですか？生誕グッズポチった、嬉しい嬉しい。もう生誕グッズ今日申し込まれた、嬉しい。たくさんゲット報告があって嬉しい。そう、めっちゃ手間かかってます。生誕グッズは本当に何十時間かかったかわかんない。去年もリアルに全部合計したら多分もう36時間ぐらいあると思うんですけど、今年も普通に絶対それぐらいある。パソコンで作業。生誕 T はまず紙に書いて、そっからスマホで読み込んで、スマホのアプリで調節をしたりとかしたんですけど、タオルはもう100パソコンで、ずっとパソコンカチ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 、パソコンとスマホもちょっとあるけど、本当にもうなんかこだわりすぎちゃって、ちょっと色を明るくしてみて比べて、はぁ、どっちがいいかなとか、なんか字体、フォント、太くしたり、字を太字にしたり、なんか斜めにしたりとか、本当にいろいろ試して、影の濃さも試して、結局影は普通のの半分の薄さに落ち着いたんですけど、そう、ただ影をつけただけでもなく、めっちゃこだわってます。レッサーちゃん着ぐるみ着て再現する分、あ、確かに。でもレッサーパンダの着ぐるみ、そうだね、着たいな。作ります。そう、こだわりのもう作品です。カラーはそう、めっちゃこだわってる。色味もなんか、よいしょ、足がちょっとしびれた。めっちゃこだわりました。ただの赤とかじゃないし、普通に黒でもないし、黄色の色はTシャツの色だけ指定の中から選んでるんですけど、たくさんある指定の中から選んでるから、自分で1から色ってわけではないけど、いくつか黄色ある中で一番見つけやすいなと思う色です。普段着として着る？え、嘘、嬉しい。あ、53分だ、もうちょっと。そうなんですよ、なんか生誕の T シャツは3色でちょっと難しくて、それでなんとかこうレッサーパンダを表現するのが
難しかった。本当はもうちょっと使わないと表現できないところを変に見えないようにどうにか工夫しました。フォローしてくださった方発見、嬉しい、ありがとうございます。購入してきました、嬉しい。いろんな人に求婚してる可能性が、いや本当にさ、そうなんかさ私を応援してくださってる方本当に皆さん揃いも揃ってギョロ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 リンズだからさ、本当に100私ですって方なかなかいない総合指名1位、嘘、絶対違う、絶対違うよ。待って、めっちゃ前だこれコメント溜めちゃってる。着る用、飾り用、保存用。でも今日本当に保存用と着る用とかは着てくださってる方もいた。ケーキもぐもぐ配信、あるかな、できるかな。本当にこれはもうお仕事がしばらく誕生日以降なければ食べれるけどって感じだし、それも一人で、どうだろう、わかんないな。ケーキのクリームを鼻につける、そんなあざといことは私はしません。ね、いいデザインですよね。去年もたくさんいろんな方にいいねって褒めていただけたけど、今年も褒めていただけて嬉しい。うるせえやつらのラムちゃんなんだ、へえ。ごめんなさい、知らなかった。佐渡の方言、キョロキョロしてないけど、花江の鬼見たさに撮った。鬼いかがでしたか。あ、56分だって、まずい。重力シンパシー、ダンス難しいと思うので内臓取れてるんですか。でもそうかな。でもね、重力シンパシーは、でもコンサートの時本当に詰め込みで立ったから記憶があんまりないんだけど、そこまでそんなに難しいっていう気はしないかも。それよりも言い訳メイビーの方が難しかった。言い訳メイビーは初めて今回のサマーソングで踊らせてもらって、なんていうの、二回し目こういうのが毎回違うのが難しいし、あとイントロで イントロアウトロの振り付けがの音の取り方、リズムの取り方が難しいです。重力よりもそうかな。あとひまわりがね、ややこしかった。なんか複雑ではないんだけど、頭に入りにくい複雑な歌詞と振り付けで、複雑じゃない、違うの、複雑じゃなくてややこしいのが難しかった。間違いやすくて。でも本番はね、よくできたからよかった。花江ちゃん押したい。え、今からでも待ってますよ。あ、やばい、58分だって、ごめんなさい。まーずい。アイビースペイントは、なんかちょっと待って、それ使ったやつかも。あ、違うかな、ちょっと待って、わかんない。ちょっと待って。1位、ノーベンバーさん、ありがとうございます。2位、フロゴルファーさん、ありがとうございます。3位、ライちゃん、花だけ、ありがとうございます。4位、ロングさん。5位、ファントムさん。6位、流行語大賞さん。
7位、星の子の Y さん。8位、サンソンさん、ありがとうございます。9位、人生かっこ鎌倉の夫婦さん、ありがとうございます。11位、ウルグスさん。12位、しめじじさん。13位、シロさん。ありがとうございます。やばい、コンタクトが乾いて、やばい。そう、最近なんか私じゃない生誕ティーを着てる方がたくさんいるのを見るんですよね。1億花絵 ?100 花絵絶対嘘だ。100% に是非してください。サマーソングね、ぜひ配信されるからきっと楽しみにしててください。